いけないんだよパパ。こういう風にやらなきゃダメなの。そんなやり方知らないよ。なんでやり方を変えるんだ。これでいいだろ。もういいよパパ。算数は算数だ。ママが帰ってきたら聞くから。あ、パパが分かんないことママに分かるわけないだろ。重くなってゆきます。そして一人残らず、なんと一人残らずベッドに潜り込み、みんなぐっすりと眠ってしまいましたとさ。